ビズチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、鈴木あきえです。今回は時短楽家事アイテムまるっとご紹介いたします。メーカーさんも特にこだわっておりません。とにかく楽家事アイテム便利なの増えてますよ。では行きましょう。まずはこちら。はい、もうこれは使ってるわって方も多いかもしれないですね、ルックプラスバスタブクレンジング銀イオンプラスバージョンですね。あの60秒、シュッシュとして60秒後こすらず流すだけっていうね、 CM もよく見かけますよね。これのいいなって思うのはこれね、噴射のね感じがまた気持ちいいんですよね。これはね、細かい霧みたいな感じでプシュッっていくんですよ。だから まんべんなくプシュッって浴槽でできる感じで、そのあたりをお気に入りポイントでリピ買いしてますね。お風呂に入ってその後にこのお風呂掃除をするっていうこの一手間が結構ね、しかも夜とかもうエネルギー HP あと2ぐらいしか残ってないじゃないですか。その時にあのワン作業がめんどくさかったりするんで、そこをカットしたいわって方はもうぜひおすすめでございます。続いてはこちら、リードプチ圧力調理バッグですね。これはねよくお見かけするんですよ、私も。だからこの圧力鍋っていうあの調理の感覚をレンジでできちゃうわけですよね。おお、こんな感じで、全部で5枚ですね。で、あ、すごいですね。 あの圧力かかるからやっぱあの熱いんですよね。ここを持ってくださいっていうのと、ここから熱い蒸気が出ます。圧力鍋のいわゆるあの蒸気がプシューって出るのがここから出るということですね。で、液物はここまでっていうことは、じゃあカレーとか汁物も OK なんですね。鶏肉だったりお魚、根菜、何でもいけますと。具材を入れて平らに寝かせておき、電子レンジに入れて加熱します。加熱後庫内で3分置いてから耐熱皿ごと取り出します。から出来上がりってことですね。早っ、楽。今日は鍋使いたくないわとか、そういう時にもいいですよね。今日ちょっと早めにどうしても角煮が食べたいっていう時とかは、コトコト煮込むよりもレンジで一気にできちゃうってことですよね。まあでも今作り置きの方とかも多くいらっしゃると思うんですけれども、これでだからもともと作っておいて、でこれ冷凍保存も OK ということなので、冷凍庫にそのままこんな風に収納しておいて、食べたい時に圧力っていうのはありがたいですね、うん、忙しい日のためにストックしておくのもいいかもしれないです。この中に、お、なんとレシピ集が入っております。説明書とこのレシピ8品、いろいろ作れるんですね。ブリの生姜煮、鶏もも肉の照り焼きからリゾット、お米もいけちゃう。あとポトフですよね、スープ系もいけるんですね。プチ圧力調理バッグ、気になる方チェックしてみてください。続いてはこちら、じゃん、充電式コードレスファンでございます。やっぱりこのファンが欠かせない季節になってきましたよね。このねファンはですね、ちょっと変わってるんですよ。おお、デザインかわいい。あ、しかも思ったより薄い、薄型ですね。でこれと充電器も入ってますね。これ充電してコードレスで使えるタイプ。何が嬉しいかって、なんとですね、ここを見てください皆さん、磁石になってるのでくっつくんですよね。こういう換気扇とか夏場の暑い調理とか、もう一人扇風機できますし、磁石なのでうちのね洗濯機も磁石つくんですよね。お風呂上がりとか暑い時にこれこうやってやってドライヤーとかできるかもしれないですね。スイッチオン、来た、ジャック、あ、気持ちいい、涼しい。ジャック、本当に音もジャックですね。いい感じの涼しさ。で今日までするとどんな感じかな。あ、結構すごいよ、結構パワーあります、ちゃんとあります。あ、これはいいわ。一人でこの風占領できるんだったら本当に涼しく調理できますね。換気扇とかに置いて自分の角度も変えられるので、身長とか位置に合わせて
こうやって受けながら料理すると。充電切れた場合は皆さんこれついてますのでしっかり充電して、なんならこのスマホのモバイルバッテリーでも使えるんですよね。こういうものがあれば持ち運びもできます。磁石ついてますけれども、この卓上で自立するので、なんなら仕事中とかもいいですよね。ちょっと私はせっかくなのよとか、暑い時に自分でこうやってやったりとか。新しいタイプです。充電式コードレスファン、ご紹介しました。続いてはこちら、まな板シートでございます。でもちょっと違うんですよ、このデザイン。もう分かりました？マス目、メモリがついてますので、例えばピザとかカットするときにこの上に乗っければ等分で切れますし、でもロールケーキとかね、あ、じゃあここまでねって、これで分かりやすくメモリごとに切れば兄弟喧嘩もなくなると、平和に過ごせるということですね。鶏肉とかちょっと一口サイズに切りたいみたいな時とか、なんとなくこれ参考にして切ってもいいかもしれないですね。どうせまな板シート買うならこれくらい一工夫があるとちょっと助かることがあるかもしれないです。2デザインで25枚ずつ、全部で50枚入りでございます。嬉しいね、この50枚入りってのが。気になる方はぜひ Amazon や他の、まあ、ネットサイトチェックしてみてください。続いてはこちら、カンガルーランドリーエプロンでございます。ここにいろいろと入れられるみたいですね。なんと主婦の声から生まれました。立ったりしゃがんだり何度も腰をかがめるのはつらい、洗濯物とかね、カゴから出して干す出して干すってのがつらいっていうことで生まれたエプロンみたいです。ちょっと使ってみますか。あ、クロスになってる。で、このまま頭を入れるバージョンですね。おお、あ、思ったよりポケットでかい。あ、すごいな。これ後ろで結ぶんですね。これめちゃくちゃでかくないですか。で、このマチがあるんですよ、ほら。で、ここがメッシュになってるから洗濯物とかを入れても濡れててもちょっと通気性を気にしてくれてるんですね。でここに入れて、はいはいってこと。あ、しゃがまないわ、膝使わないですね。で、なんとですね、これはね、物干し竿を拭く雑巾をかけられるタオルループ。こちら、ここにはたっぷり入る洗濯ピンチポケット。すごいね。だからここに洗濯機が入れます。で、この雑巾で物干し竿を拭きます。で、洗濯ピンチ、これを入れて、よいしょ、はい、よいしょっていう感じですね。あ、これは洗濯干すの時短になりますね。すごい量入りますよ、これ。今ね、衣類6着ぐらい入れたんですけど、余裕ですよね。もっと入りますね。幅が広いので、食い込まないですね。ずしっと来ないです、思ってたより。1個つけてれば、子供部屋のおもちゃの片付けとかね、ここに入れて、はーいって言っておもちゃ箱にこうやって入れるとか。いや、これはいいわ。考えられてますね。すごい。これなんでもっと流行ってないんだろう。すごくいいのに。一家に一つ、カンガルーランドリーエプロン、はい、おすすめです。ということで、今回は楽家事アイテムまるっとご紹介いたしました。私はもう個人的にこのカンガルーエプロン大ヒットです。一見ね、いや、それいるのってまだ思ってるあなたもいると思うんですが、一度つけてほしい。本当にこれいろいろもろもろ助かる気がします。洗い物、洗濯物とかね、他にもアイテムご紹介しましたけれども、やっぱりできるだけ家事は楽にいきたいじゃないですか。こういうアイテムを使って楽にちょっとでも楽しめるように、今日も家事頑張っていきましょう。ということで、この動画が参考になったという方、いいねボタン、そしてチャンネル登録もお待ちしております。今日も家事頑張りましょう。では、鈴木あきえでした。